奥主一郎奥主一郎9月12日から1976年11月22日は日本の実業家、政治家、貴族院多額納税者議員、参議院議員、京都府出身、政治家奥重三郎の長男として生まれる、1919年慶応義塾大学理財科を卒業した、同年三井銀行に入校した、以後京都社長、 京都ガス副社長、あたご山鉄道監査役、渡良瀬水田監査役、帝国ガス協会参事、丸物もの百貨店取締役、山城八幡銀行取締役、安高再会場保険取締役、大日本政治会京都支部幹事長などを務めた。1942年5月19日に、貴族院多額納税者議員に任じられ、こういうクラブに属して活動し、 1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。同年4月、第1回参議院議員通常選挙で、京都地方区から日本自由党所属で出馬して、当選し、参議院議員を一期務めた。この間、国民民主党に所属し、参議院決算委員長に在任した。その他、日本証券取引所評議員、立命館大学理事、 京都商工会議所常議員などを務め、1955年京都取引所理事長に就任した。ありがとうございます。